果もないし、むしろそのこれから世界的な選手になるために上がっていくためのものだと思ってるから、はい、まだ完璧に完成されてないものからだったりっていうのをより研ぎ澄ましてやっていけたらなと思います。これ離せるわ。一回水飲まった。いいね。悔しい。選手はさ、あの最初だけだよね。最初はスーッてやるんだけど、はい、獣だからね。時間、ね、そう、スイッチ入った時はすごい。サッカー小僧に。これが一戦一番理想だってやったんだね。2回やられたんですよ。なかなかいつの間にかみたいな、うん、さっき言ったホテルの場合、こっからだったら抜けますっていうとこだったら、そこからどうか行けば抜けれそう。強く効かないでください。こっからすごい抜けるようになって、さっき前に言ったんですけど、感覚的にここにいたらなんであれまた抜けるの？届かなくなったら
これはちょっと大きくなってめっちゃ効いてるじゃないですかバレた。ずるいっすよやめてくださいよ。傾いて、でこの上半身の平行に傾くとパワーが効く。それが、そうこっちは傾いてるけど、それが上に来てる。こっちがまっすぐ上向いちゃってて、こっちだけこうやって向かって今どっちかっていうと、これがこうやってこの状態が、もうちょっと、はいはいはい、早いね。筋肉なんか変わってくる。筋肉なんか前ターンっていける、軽い。あ、届く距離ってなると、ちょっと届く距離、ここ伸ばして、例えばこうやっちゃったりとか、これに引っかかんなかったら、テープにかかったりとか、これを、一回ダブルタッチで、こう体重してるんですよ。そうすると、これが、ああ、やる。うん、それ、同じ。左足で回して、これやっぱ1、2、3までが、そう。あれ不思議ですよね。あれ不思議だ、うん、寄せようとしてんのに一瞬でいかれると力ついていかない。で今やったのはこう置いて、そのさっきのさ距離と速度だったの。もうやっぱ何横に前の状態にっていうのが、能力的に喫煙の1対1で難しい場合は、その人間の性能というか、力を、例えば波って言うんだけど、動かない状態、ここ動かないよっていうところで、ボール出されるということで、
これ。ワイパーのような感じで体はこっち、ね、強くお願いします。決めきるね。いい。今のだったらもうちょっと届くから気持ちちょっと高めに。はい。素晴らしい。いいよ。ねえ。うまい。ああ。はい。やられまくってんな。やろうとしてるのに、こっちに寄りすぎちゃうと、もうボール離すと勝手にしてるから、あとはこう両方とも一緒な感じで、もう右手を落とします。いいね。やっぱり最初のタッチで、うん、大きく出して、はい、タッチでちょっと見せると、うん、なんか勝ってますよ。はいはいはい、あんな、そうなんだよ。こっちに寄っちゃうとね、そうなんですよ、相手ありきもね。うめえ、距離だね。うめえ、惜しい。このトーン、パッターンの時に、はい、これここ行くんだよとかね、こうやって行くんだよ、近いんだけど、ちょっとこの2ミリくらいの速さ、ここでね、1ミリくらいの速さしちゃうと、ここが出なくなっちゃうから、ここを速くしちゃう。いい持ち方だね。ゴーレイ、今の下り全部入ってた？入ってます。完璧。やらせじゃないですよ。やらせてないことをここ証明しておきましょう。取っときます。やらせではありません。米印で。米印で入れとこう。いいよな。こういうディフェンスやったことないって嬉しいですね。伊藤さんや。やっと笑ってくれたよ。今日一で面白いでしょ。みんな、プロじゃないですか。
か所属すればいいよ。そうそう、みんないいんだよ。本当短時間ですけど、死に会ぐらいは教えていただいたことで、なんか選んがえてる感じ。いいわ。だから本当にこれが練習しますけど。自分は勝利の再現性って言ってるんですけど、はい、なんで取られたんだろうとか、なんで抜けたんだろうっていうのが分かんないままだと、何回やっても変わらないけど、それが分かると、それこそ対戦していくうちに、試合中の中で最初抜けなくて、あ、こいつ、こういうとこあるなとか、このチーム、こういう守り方してるなってことは、ここが穴だな、そこに行けるように。だと思うけど、まあ、今まで正直言うと結構自分で本当小学校までは、うん、正直で、うん、身長が166ぐらい、うん、正直で、うん、あれから70ぐらいだったみたいな、うん、小学校の時はスピード系でワンショップでフィジカルでなんかもブルーヘッドじゃないですか、うん、中学校やって、うん、中3の試合とか出るなって、うん、自分の体通用しなくて、うん、それで自分が中学校3年間で作り出したのは全然でしょ。いろいろプレーとか見ながらイメージさせながらマーカーをいろんな並べていろんなところでグリグリして、うん、で最後はフリーで自分の本当勝手なイメージを一人イメージトレーニングして、うん、ずっともう中学3年間本当家の前にこうやるんで、うん、サッカー終わってたらもう強がってました、ね、3年間で、だから正直、うん、その今日会ってみて思うのは、うん、あんまりそのドリブルの理論とか、うん、全く考えてなかった。自分の感覚でやってた分が多いかなって、うん、改めて思ったので、ただもっと上のレベルの世界とかが多いかなって、自分がもっと考えて、うん、絶対にいろいろ引き出しを持ってくるけど、バイロンにあそこのあの角度で持たせたら絶対一人抜いてこういうことになるから、俺は次そこに行こうとかっていうふうにチームになってくるから、よりそのバイロンの話っていうのは上がってくるので、もちろんそれだけじゃなくて、ちょっとそういうところ、できてないこと、あ、今できてないって分かるから、うん、それが大事だと思います。それが10回に1回できるようになって、10回に2回できるようになって、できて自分のものになって、うん、目標は夢とかある？夢ですか？ベストはここがいいとか、スペインリーグか、シリアがいい、ゲンゴ、ゲンゴがいい、スペインがいいから。え、そのシリアは何ですか？シリア、さっきのイタリアに前のクラブが落ちてるから、こっちは自分のここでやっていくなら、そうしたらどこかでもいいから、
とスピンとかあるからな、タイムどんどん仕掛けてるし、スピンの悪さであるアトリートがバレーシャとか、スリーが出てくるから、目指しているところは今日やったところは人から行ったらもったいないとか分かりましたよね。あって自分の、すごい分かってる、特にレグラー監督によってはすごい、そう戦術的なものを持って変えたらなると選手も決まるぐらいとか良さが出るから、ちゃんと考えて自分をちゃんと評価してくれる監督とかチャレンジをね、監督逆にお前のレベル低くなかったら体に乗って行ってくれるような監督とか宇宙の出ましたっていう、あれ宇宙ですね、スーパーな選手が、すごく出して、カラーペットボトルでサッカーやるんですよ。なので、ペットボトルでサッカーやってたなって今思います。うわ、それ大事かもね。面白い、それこそね、当たり前のボールになったら簡単だもんね。普通のボールだったらね、ペットボトルで一緒にできるんだよ。それ今ハードル上げてじゃあちょっと上げましたね、なんか子供たちに一言もらおうか、チリの子供たちにも一言もらおうか。確かに今は一番伸びる時期だと思う。とにかくボールをいっぱい触って純粋にサッカーを楽しむ、向上していくと思うので、精一杯サッカーを楽しむ。だって、スペイン語言うの、スペイン語で。ほら、おじさん。ヒケロデシルケ。ヒケロケ。ヒケツーテンフーボール。エモメント。ヨケオラエス。エラダティエマス。よっしゃー、ちょっと今日は入ってます。安いもの入ってますけど、また今度ちょっとトークもいけた？いい感じです、めちゃめちゃ。もうエンディングですこれ完全にエンディングになっちゃった。はい、よし、ありがとう。ドリブルデザイナーの岡部です。この度初めて本を出版します。この本を読めば誰でもドリブルが抜けるようになって、サッカーがより楽しくなると思いますので、ぜひ見てみてください。